はい、今日はアリオでちょっとご飯食べます。じゃあ今日のファッションは何ファッション？何ファッション？ディズニー？かわいい。やーい、ダン。フレちゃん1着、ナイン2着。冬？冬一、冬一。違うんよ。次ママ。ママ？よーいドン。I got it。 はい、着いた。段があるよ、ここ奥に段があるよ。すげえ、お祭り。はい、今日は昼ご飯サイゼリアです。何食べる？次はボロネーゼ。決まってる、決まってるらしい。ボロネーゼ、うん、ボロネーゼがあるかな。あ、これじゃ。じゃあママペペロンチーノにする。チーノがいい。大丈夫だよ。じゃあパパビールにする。辛味チキン本で頼んで。辛味チキン100個ぐらい行こうやね。食えんでしょ。え、ふうちゃん食えるの？辛味チキン辛すぎる。食えないの？ふうちゃん何食べる？ブルネーゼ。見て、かわいい。ザドッグ。見てない。ザドッグ鼻でかくらる。やめて、前歯が。あと何食べる？何する顔？何する顔？あくん、あくん、あくん、ベイは、ママ見て、あくん。かわいい。はい、はい、値段おかしいよな、これだって、普通に考えて300円よ、これ。何番？これ2402。乾杯。乾杯。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、これ下げてもらっていいですか？はい、はい、お願いします。失礼いたします。辛味チキン来たよ。イエーイ。はい、ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。ピザ食べですか？うまい？パパは？もう一個ちょうだい。ありがとう。よいしょ。これディアブロステーキ。おいしい？めっちゃうめえわ。もう一個頼もうか。うまい、やばい。おいしいよな、ペペロンチーノ。メイがダメだったらしい。あ、ペペロンチーノ前とか肉が結構効いてるけど。ふーちゃんはこんなにミートソース？ペロメイテ。どう、ペペロンチーノ？こんなんじゃったっけって感じ。
味薄いの。うん、え、それおーちゃんのよ。ちょっと待って。うまいな、辛味付けになるよな。うまい。うん、うまい。めっちゃうまい。おいしい。あ、うまい。何ですか、辛い。何が辛いんすか。いや、トマトスパゲッティ。アラビアータ頼んでるんか。アラビアータ頼む。美味しいよ、くん。あ、美味しいな。食べてみて、食べれんかったり、辛かったり。書いてあれ。普通や。あ、うまいな、辛味。カリカリ。うまいな。どだか取り方あるんかな、ほら、カラビチキンの。待って。だけでいい。そう。ママ見て、やばい。うわ、すごい。みんな食べる？ないわ、いらん。これも一枚ずつ。いらん。いらん。はい、伸ばしたい、チーズ。おー、伸ばした。これが一番伸びそう？いただきます。これうまいよな。うまい。追加したチーズ。うん、じゃあ。もうもらうで、このまま。食べろ食べろ。はい、ありがとうございます。食べるチキン。あ、もういらんの。いらんのないよ、パパに。ママから奪いちゃった。ママのやつ。ママのやつ。わかった。だから虹色だった、これだから3枚何本？はい、40です、今60あります。いけいけ、え、20。これ？お花？はい、危ないな。
ということで、チャンケボールのチャンケでございます。はい、久々にね、一人飲み、まあハイボールおじさんみたいな感じでね、今日も飲み動画をね、張り切って撮っていこうと思います。今日はね、久々に、家族がね、実家に帰ってるっていうことで、見てください、これダーン、豚ホルモンボイル、はい、ボイルしたやつね、これボイルしたやつ、うん、うまい。これに、見てください、ダーン、ヤマキのタレ風な感じで、今日はまあこの豚ホルモン、ボイルの豚のホルモンとこのタレでね、ちょっとヤマキ風の、ホルモンを作っていこうと思います。レッツゴー。はい、ラードで、ラードのホルモン炒める、ラードで。乾杯、お疲れ。あかんが。オッケーです。おい。おい。うますぎ。ヤマキのタレみたいな感じで。はい、できました。うまそう。こんな感じで、もうちょっとね、タレ濃いくためかったな。ちょっと薄かったかもしれない、タレを。いただきます。てっちゃん豚ホルモン、いただきます。酒が進むだ、これは。あ、やばい。うますぎなんじゃけど。やばいんだけど、うん、まっ、やばいぞ、これ飛ぶ。あ、飛ぶぞこれ。名物ニラホルモン、豚ニラ、ニラホルモン焼きそば、ホルニラ、いただきます。ホルモンニラ焼きそば、こんな感じでございます。いただきます。4本目、これぶっ飛びカードじゃん。
やばいぞ。うめえ。これ飛ぶわ。ウニうまそう。あ、ママカリだったら、ママカリと刺身盛りと何しよっかな。ママカリ、ママカリか。いただきます。ハマチ、タイ、生エビ、エビの頭、これはレンコンか、タコとマグロとイカとサンマかな、アジかなんか、熱々のタコ天。スラジマのレンコン。ハイボール2つと、はい、この水深ってやつください。水深、はい、4種以上でいいです。はい。いきます。はい。はい、ということで、2軒目ちょっとね、同業者の、ドライバーさんと、はい、じゃあ焼肉さくらさん、僕地元ねほんま歩いて来れる焼肉屋さんです。はい、これやっとってよ。やったー。これハイボール、これなんですか。これ、これ焼酎です。焼酎。はい、じゃあお疲れです。はい、お疲れです。お疲れ様です。はい、いいですか。じゃあ 声だけは、声と手元だけいいですか。映ってしか流れへん。はい、今年35歳。若いのなんで、なんで、ちょっと口切れないよな。若い子がトラック乗ってるの来るんすか、この焼肉さん。あるよ、あるよ、あるよ、次だ。まぶた、いいですか、いいですか、どれでも。じゃあこれで、はい、はい、OK。 はい、すいません、失礼します。じゃあ、第1億3000万円。はい、はい、はい。なんですか、もう1回には映るやせんで。トラック乗りやすかね。なんでトラック、逆にな、若い子はトラックなんで乗りやすかね。じゃあね、こっちの25歳の時、はい、10トン車乗りやったんやけど、はい、一番歯応えがあるな。
作ってない顔もぎさんな顔見て分かったに決まっとうじゃないスーサソ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